胃腸浮き苔は、浮遊性の苔植物の一種、一族一種、世界各地に分布する。浮き草などに混ざって、池や水田の水面に浮遊して生育するが、冷度の上でも、陸生型をとって生育できる。陸生系養状体は、胃腸のような形をとり、表面には浅い溝がある。養状体の長さは10ミリメートル、幅は5ミリメートルほどである。状体の内部には、 気質があり、水面に浮遊できるようになっている。養状体の裏面には紫色のハラリンペンがリボン状に伸びる。陸生型ではこのハラリンペンはあまり発達せず、花根が伸びる。死有同種で生殖器は養状体の中に埋まっている。日本では水質を抱くや農薬の使用によって個体数が減少している。そのため一時は環境省のレッドデータブックで 絶滅器具愛類に指定されたが、2007年度版の、レッドリストでは、純絶滅器具とされた。アクアリウムで用いられることがあるが、栽培は難しい。ABC 吉野里市、世界の水草728種図鑑、アクアリウムビオトープ P22ABC、岡山県版レッドデータブック 2009P339ABCDE。 愛知県伊関多摩植物レッドリスト P722 ありがとうございます。